はい、皆さんこんにちは。今日も健康ダイエットに役立つトピックについて解説していきます。今日はマルチビタミンサプリ効果なしというニュースについてですね、最近ニュースになってちょっと話題になってたんですけども、マルチビタミンのサプリが実際に効果がないんじゃないかということで、普段から飲んでいた方にとってはちょっとショックかもしれないんですけども、ある程度知識があれば、当然そうだろうなという感じなんですね。とはいえ、サプリすべてが全く意味なしというわけではないですし、効果的なサプリの使い方というのもあると僕は思っているので、今日はこのサプリの問題点とか使い方についてお話ししたいと思います。はい、まずニュースの紹介なんですけども、マルチビタミンサプリは死亡率を下げるどころか上げてしまうんじゃないかということで、これアメリカの健康な成人39万人を対象にした、非常に大規模な調査になるんですが、このマルチビタミンサプリっていうのはアメリカで一番売れてるサプリなんですね。アメリカっていうのはサプリメント大国ですから、3人に1人は何らかのサプリを飲んでると言われているんですけども、その中でも一番売れてるのがマルチビタミンのサプリなので、このマルチビタミンのサプリはどれだけ効果があるのかということですよね。その結果としてマルチビタミンサプリを飲んでいても死亡率は下がらないと。で、それどころかマルチビタミンサプリを飲んでいる人の方が、死亡率が 4% 高いというちょっとショッキングな結果になっているんですね。もちろんですね、何も死亡を防ぐためだけに、マルチビタミンを飲んでる人だけじゃないと思うので、死亡率だけで効果の測定というのはできないと思いますし、もう一つ、この研究で、じゃサプリ飲んだら死亡率上がるのかって言ったら、そこはさすがに言えなくてですね、例えばすでにもう不健康で病気になってる人が、マルチビタミンのサプリを飲んでいる場合もあるでしょうし、不健康な食生活をしている人が、せめてもの栄養補給でマルチビタミンを飲んでいるっていうパターンもあると思うので、そういう人の死亡率が上がっていてもですね、マルチビタミンサプリを飲んだから死亡率が上がっているとは言えないと思うので、そこは安心してもらっていいと思うんですけども、少なくともマルチビタミンを飲んでいる方が健康になって死亡率が下がるということはこの研究からは言えないということですね。はい、じゃあなぜマルチビタミンサプリはあんまり効果がなかったのかということなんですけども、これはサプリをですね、飲む前に必ず知っておいてほしい点なんですが、自然の食材の栄養素の相互作用っていうのはもうほとんど全然解明されていないんですね。天然の野菜とか天然のお肉とか卵とか、いろんな食べ物あると思うんですけども、そういった食べ物にはですね、もちろんいろんな栄養素とかいろんな物質がごちゃ混ぜに混ざって入ってるわけですよね。そういった栄養素の一つ一つを抽出して解析していけば、ビタミン C にはこういう働きがあるんだとか、鉄分にはこういう働きがあるんだとかって分かっていくんですけども、じゃあ自然の食材にバランスよく含まれているそれらの栄養素がどういう相互作用をもたらしているのかっていうことは、全然分かってないんですね。これなかなか、それを一つ一つ解明していくっていうことは難しいので、サプリで再現するっていうのはほとんど、不可能に近いわけですよね。天然の食材に、いろんな栄養素が混ざって入って相互作用をもたらしているってことは間違いないので、サプリでですね、一つ一つの栄養素を抽出してサプリメント化してもなかなか同じ効果は得られないということですし、そもそもサプリの原料になる栄養素というのはですね、天然の食材に入っているものと同じだと、化学式だけ見れば同じなんですけども、ほとんどが人工的に合成したものなので、本当に天然の栄養素と同じに作れているか再現できているかっていうのもちょっと怪しいところがありますから、人工的に合成された栄養素を単独で抽出してサプリメント化しても、天然の食材とは全く別のものであると、同じ効果は全く得られないんだっていうことはサプリを飲む上では覚えておいてほしいところですね。基本的には栄養っていうのは食事で摂取すべきで、食事を改めないからその代わりサプリで補おうというのは、基本的に無意味ですね。まずは食事を改めるというところがベースにならなければいけないと。これだけは覚えておいてほしいと思いますね。
まあ、そしてじゃあその上でサプリをどのように活用していくかということなんですけども、まあ、基本的にはマルチビタミンみたいないろんなビタミンとかいろんな栄養素がちょっとずつ入ってるものじゃなくて、まあ、単独の栄養素が大量に入ってるサプリの方がいいと思いますね。まあ、マルチビタミンはいろんなビタミンがたくさん入ってるっていうのは確かにバランスがいいかもしれないですけども、まあ、その分一つ一つの配合量が少ないですから、まあ、そこまで影響は出ないわけですよね。それだったら普通に食事で摂った方がよっぽどいいし、食事で摂れるぐらいの量しか入っていないところが問題なんですね。まあ、サプリメントの利点って何かっていうと、食事では摂れないような量の栄養素を摂れるということなんですね。まあ、例えば僕これ亜鉛を毎日飲んでるんですけども、これ亜鉛と銅だけのサプリなんですね。で、一粒で亜鉛 15mg 入ってるんですが、食事で亜鉛 15mg 取るっていうのは、もう結構不可能に近いですね。まあ、一日だけなら結構頑張って取ることはできるかもしれないですけども、毎日の食生活で亜鉛 15mg 取るっていうのは、まあ、ほぼ不可能に近いので、まあ、そういうところを補うために、ぜひともたくさん取りたい栄養素だけを抽出したサプリを取ることによって、まあ、食事で取れないような量を取るということ、まあ、これが重要なポイントなんですね。まあ、例えば亜鉛とか、まあ、女性であれば鉄分とか、あとはビタミン C とかですね、風邪ひいた時なんかは、まあ、ビタミン C はもう 2g ぐらい一気に取っちゃってもいいんですけども、結構治りが早くなると思いますね。あと僕が取ってるのはケイ素、シリカですね。で、あとは代表的なのはプロテインとかもあるんですけども、まあ、プロテインもですね、タンパク質食事で摂るっていうのは大事なことなんですけども、まあ、食事で摂るとどうしてもカロリーも増えますし、まあ、余計な栄養素もかなり増えてきますから、まあ、プロテインで余計なカロリーを摂らずにタンパク質だけ大量に摂れるっていうところは結構便利なポイントですから、まあ、そういうふうにですね、食事で摂りきれない量の栄養素を一気に摂るという点でサプリは活用できるので、マルチビタミンみたいにですね、いろんな栄養素がちょっとずつ入ってるのっていうのは、あんまりサプリのメリットがないものだと思うんですね。サプリで摂るんであれば、まあ、亜鉛のサプリとか、鉄分のサプリとか、まあ、ビタミン C のサプリとかですね。ビタミン C なんかも粉末とかで売ってますからね。クエン酸とか重曹とかもそうなんですけども、とても食事で摂れないような量を一気に摂るという点で、サプリは活用できるわけですね。まあ、ただし、それをやると、副作用が出るリスクももちろんありますから、まあ、ハイリスク、ハイリターンなやり方になるので、まあ、いろんな栄養素のサプリの、効能とか副作用の面、過剰摂取したらどうなるのかっていうところも、まあ、自分でしっかりよく勉強してから、サプリは摂取するということが重要なポイントであると思いますね。まあ、マルチビタミンみたいなのは、正直言ってサプリのメリットがあまり活用できないような取り方だと思いますので、まあ、サプリ買うんであれば、単独のものをよく勉強してから買うというのがおすすめですね。今日の動画役に立ったよっていう方は、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。